わしに夢を見せた。侍の襲来によって苦しめられるために、腹を空かせ血を吐いながら救いを求めるために。夢だと？大鷹の毒を飲んだのだろうか。しかし新たな道もお示しくださった。大鷹族に仕えれば抱えきれぬほどの福を得られるのだと。今宵ご一族が恐怖を安らぎに変えてくださる。さあ膳を備えよ。大鷹族は今宵来る。その前に皆を救い出さねば。信者を装い寺に入り、捕虜の居所を突き止めよう。やあ腹からよ、当山の番頭だ。侍から身内を救ってもらって以来、善信様にお仕えしてる。なぜこの寺に参られた？糸という娘から善信様のお言葉を聞いたのだ。よろしければ捕虜の番をしよう。あの者らは捕虜にあらず、苦しみにより心を失ったまでだ。本来は教えの意を悟るまでとどめるが、そなたには不要とお見受けする。そして直に息の皆も悟るだろう。大鷹様は我らの人力をお認めくださった。今宵ここに入りきらぬほどの褒美を携えて寺に出でますそうだ。ここを足場にしてお言葉を広められよう。息の端から息の外へも。まさに夢のようだ。さて今は急ぎ仕上げに取り掛からねば。さあこちらへ。手を借りたい森の者がおれば助けてやりなさい。ありがたい、よく励もう。何故あがく？この者らは下るのだ。己の未来よ。妹は善信様に殺されないだろうか。どうしてそう思う？あんた見ない顔だね。森は私が決めるんだけど。寺の番に手を貸すよう頼まれた。善信様の教えを学びたい。さらば私らの腹からだね。善信様の教えに従えば安らぎを得られるよ。そうであろう。なれども他の腹からはどうだ。教えを説くためよその者を誘ったとか。そうさ、苦しみから救ってやるんだ。その者らはどこだ？森が近づけないところさ。そこでは百姓の女子も戦に慣れた男も皆教えに従うようになる。ではよく働け腹からよ。夜でない。そうか、奉公をと思ったのだが。中の奴らに飯を持ってきたよ。入ることはできんか。出ることも。この小屋怪しいな。話すことはできません。苦しみに打ち勝たなくては。いたわしい。扉が開いたら逃げるよ。バンがいるぞ。バカを言うんじゃない。ここから出たければ教えに従うしかないんだ。ここか。今逃がせば血が流れる。人目がなくなる時まで待つか。十分に探った。逃がすべき時を見定めよう。
おい、新参だな。こっちに寄ってけ。腹からよ。しばし休んでもよいか。来い来い。だが酒を飲みたいってんならどっかから持ってきな。どうしてみんな寺に来ないのかね。大鷹が来てくれれば誰一人飯の苦労をしなくて済むってのに。酒の苦労も使えてりゃタダで食える。皆寝静まった。動くなら今だ。あやつらはすでに自由、恐怖にとらわれておるのは己だ。助けに来たぞ。教えに従うか。私を試してんだろう。いや、思いたがうな。ここに囚われておる者を救いたいのだ。糸という女子はどこだ。さあ、見たことない。うん、他の小屋であろうな。来た、大鷹族が来たよ。おい、アルボ。次の番は猛虎か。俺がバンを倒しておこう。その後逃げよ。逃げろ。ここにおれば見つかる。いけません。妹を見つけなくては。糸か。ええ、知ってるんですか。糸も救う。二人で里に帰れ。では丘の下で待っとります。逃げよ。お主を待っておるぞ。他の人は欺かれてただけで殺される道理はありません。猛虎は始末しよう。全身と語らねば。二度と会ってはならんことだ。命までは取らないで。良い方だったんです。大鷹族が息に来るまでは。
ルムンバ。あとは全身寺の中だろう。ネギョン発進だ。休む。これほど尽くしたのだ。うわ、殺さないでくれ。見誤るな。大鷹はここにはおらん。だが大鷹の毒は俺も食らった。それゆえ幻が見える。その度己の弱さを深く知るが、決して潰れはしない。お主もそうだ。何が見える？叫ぶわらべ。侍に村を焼かれ、空手のわしに食い物を買う。なだめようとするか、泣き止まず、もう耐えきれぬのだ。耐え抜くのだ、今宵だけは。大鷹の声か。弱くなった。わしはこれまで罪なき者らに何を語った？何をしてかした？傀儡であった。信者に全て打ち明けよ。大鷹族は恐怖で我らを操り、下人にすべく企んだと。急に服するため務めよう。その後寺を離れる。大鷹の声が消えるまでは。いつか安らげるとよいな。痛み入る。いかような過去があるか存ぜぬが、そなたは勝てよ。